わんわんワわんだほい、どうもじりです。ということで、本日は、プロジェクト社会、ワンダショチャンネル、出張版にて出た情報についてね、まとめ動画を撮っていこうと思います。ただし、今回ですね、えー、公式の放送が2時間あるくらいの、とてつもない情報量だったため、ちょっとね、ツイッターの方を活用した動画になるんで、ね、少し見にくいかもしれませんが、ご了承ください。また、今回、とてつもない情報量なのでね、かなりの早口でいく。また、プラス、アップデートノートの方がね、公開されたんですけど、アップデートノートの方まで動画を合わせて撮ると、 20分を超える動画になるため、アップデートノートの方は後日別途でね、動画撮らせてもらいます。えー、よかったらね、チャンネル登録をしてそちらの動画を見ていただけるとありがたいです。ということで、早速見ていきましょう。えー、まずはワンダーホイチャレンジ。えー、こちらのね、チャレンジ成功によってクリスタル500個の配布が確定しました。続いて、えー、プロジェクト世界一緒に作ろうプロジェクト世界衣装キャンペーンのやつの、えー、採用楽曲、がいくつか発表と、あとは、佳作のね、作品が発表されました。こちら概要欄に Twitter のリンク貼ってるので、そちらからご確認ください。 はい、続いて、新バーチャルライブ、コネクトライブの開催について、こちらにもね、詳細はアップデートノートの方に追加されているんですけど、コネクトライブでは、全楽曲のフルバージョンでの歌唱やステージやライブの演出のパワーアップ、また、コールやメッセージに答えて、キャラクターが反応してくれるっていう、まあ、ファンサんみたいなね、機能が追加されます。続いてはこちら、ハッピーバースデーガチャとハッピーアニバーサリーガチャの開催について、誕生日限定のキャラクターガチャが登場します。誕生日キャラは、100回上限でガチャを を引くことができて星4が排出されなくなる代わりに今回の誕生日の限定キャラクターたちが排出されるといった感じになりますこちらも詳細はアップデートノートの別動画で投稿します続いて誕生日をお祝いするバーチャルライブが開催決定ですはるかちゃんが10月5日ほなみママが10月27日に開催されますはいどんどん見ていきましょうここからがアップデート情報を詳しいものになっていきますまずはメンバー交換中に過去に登場した星2から星4メンバーが登場します星2星3の報酬メンバーに関 に関しては登場から半年経ったら交換できます星2は、えー、ガチャシール2枚星3はガチャシール7枚で、えー、星4メンバーは登場から1年経ったらガチャシール30枚と交換できますはい続いて、えー、イベントボーナス等の変更がありますこちらについてなんですけどかなりめんどくさい仕様となっているので、えー、別途アップデートノートのね動画の方で、えー、お伝えさせていただきますただここになんですけど一つ言わせてほしいのは、えー、これでね無課金税と課金税の差が開くっていうのはあまりなくってなんなら無課金税はもらえる ポイント量が増えますどっちかというと美課金税と課金税また課金税の中でも10万クラスの課金と20万クラスの課金での差がめちゃめちゃ広がるといった感じのねアップデートでイベラン等に影響が出てくるんで、ね、こちらについては後日詳しく動画にしますはい続いてイベントボーナスの変更としてサブユニットを持たないバーチャルシンガーでもイベントボーナスがつくようになります続いてイベントボーナスの追加と変更でマイユニットのイベントボーナスキャラクターに全ユニットに 変更しまえ、サブユニットに所属しているバーチャルシンガーも同じなんで、これまで例えば、つかさくんハブみたいなことが発生してたんですけど、ああいうつかさくんハブでもつかさくんもちゃんとポイントもらえるようになって、またサブユニットに所属していたらバーチャルシンガーも全員もらえるようになる。え、今回のイベントだったら、りんちゃんしかもらえないのが、2ゴミくん、25ンニ25メイコ、25ルカ全員もらえるようになる。といった感じのね、変更ですね。 続いて、アップデート情報でゲーム内での音に関する音質や遅延の改善が行われました。こちら詳細はねえ、ご確認ください。はい。続いて、過去のプレミアムミッションパスで獲得できた限定メン、限定衣装の再販が決定しました。こちらの衣装は約追加から1年経ったらね、販売されるということで、優勝クリスタル3000個で全セット、各セットごとは1セット優勝クリスタル1000個でね、もらえるといった感じです。続いて、アップデート情報でプレイヤーランクの上限がアップします。上限が300から400になり、新しい 情報がもらえるようになりますそしてキャラクターランクのキャラクターミッションが5つ追加されますはい続いてアップデート情報でチャレンジスタンプの報酬がアップデートされます石以外のうまみが上がったといった感じですはい続いてチャレンジステージのポイントこちらはチャレンジライブのね関係の調整でポイントの調整と緩和ということでチャレンジステージに必要なポイント量の緩和と獲得チャレンジポイントの計算式が調整されましたこれによってねかなりポイントのズレが発生するよう で今、ジールさんが、えー、真冬ちゃんが35なんですけど、51ぐらいまで行くようです。続いて、アップデート情報で、通常ライブミッションの、えー、内容変更や、バーチャルライブ参加者の報酬変など、えー、結構な調整が行われます、えー。こちらについても、アップデートノートの別動画の方で詳しく話していきます。続いて、えー、3DMV の新ステージが追加され、ます、えー。10月から各ユニットにステージが順次追加予定です。続いて、1周年記念ログインキャンペーンで、えー、3000個の石と、 10連ガチャチケット最大7枚がねプレゼントされますこちらの10連ガチャチケットなんですけど、えー、引けるガチャが限定されているらしくカラフェスでは引けない可能性がありますちょっとここについては出てみないとわからないですけどご注意ください はい、続いて、1周年メモリアルセレクトガチャです。こちらは優勝クリスタル3000個で10連を引いて、プラスでチケットがもらえて、そのチケットで好きな星を1人選べるといったね、ガチャとなります。めちゃめちゃうまいガチャです。続いてこちら、プレミアムプレゼントガチャということで、こちらも1回限りの限定衣装がもらえるガチャとなっております。こちらもね、優勝クリスタルで弾けるんですけど、こちらのガチャに関しては優勝クリスタル何個で弾けるかがちょっとわかんないといった感じです。ただね、 ガチャは各ユニットのメンバーのみ排出されるって書いてるんで10連の優勝3000個かなと思います。 はい、続いて1周年記念スペシャルライブが行われます。こちら、なんと1時間にも及ぶね、超絶でかいバーチャルライブということで、皆さん楽しみにしておいてください。はい、続いて1周年記念クリスタルショップが開催されます。こちら1周年記念のクリスタルと記念セットがね、購入できるということで、めちゃめちゃうまいんで、ぜひね、購入してください。さあ、そしてここからはガチャの情報となります。1周年記念カラフルフェスティバルガチャ開催決定です。初音ミクと星野いちかちゃんがカラフェス限定メンバー メンバーとしして登場まだですね、1周年記念カラフルフェスティバルガチャの方では、えー、他に新限定メンバーが3人登場します。みのりちゃん、つかさくん、こはねちゃんということでね、はい、えー、今回限定キャラが5人とかいうやばいガチャが開催されます。ということで、1周年記念カラフルフェスティバルガチャということでね、えー、出現率2倍の、えー、ガチャでめちゃめちゃうまいんですけど、限定キャラ5人出てくるので、ジールさんの20万円 課金ガガチチャャでででもももしししかかたらコンプできないかもしれないといいれととうちょっと闇ガチャですねはい、続いて、10月1日より開催されるイベント、スクランブルファンフェスタ開催が決定されました。全ユニットのメンバーが登場するイベントということです。そしてね、カラフェスなんですけど、カラフェスはこのイベントの開始と同時に行われますので、カラフェス9月30日からではないので、ご注意ください。続きまして、悪の滞在コラボガチャの開催が決定です。こちらのコラボガチャでは、ヘアスタイル えー、衣装付きの限定星4メンバーがなんと5人登場しますリン・レン・ルカ・メイコカイトさんのね、えー、限定衣装について星4メンバーが登場するということなのでガチャがやばいですはいはい続いてワンダーランズショータイムのかきおろし楽曲をカラスやチャボーさんが、えー、担当することになりましたということでワンダーショーが10月にイベ確定ですはい続いてですねここにはないんですけれども、えー、とビビットバットスクワットこちらもね10月にイベントが開催されるという風 発表がありましたはい、続いて、こっからはね、楽曲追加キャンペーンです。こちら、一気に、えー、紹介していこうと思います。まずは、1曲目、露心誘拐。2曲目は、ベノム。こちらは、世界バージョンで、えななんとみずきちゃんが歌います。続いて、誰かの心臓になれたら。続いて、背景、ドッペルゲンガー。右肩の蝶。ロストワンの広告。こちらは、世界バージョン。いちかちゃんとしほちゃんとりんちゃんが歌って、3DMV がつきます。テレキャスター、ビーボイ。こちらは、ワンダーランズショータイムかける、鏡ねれんで、原曲、 君 mv が追加されます。続いて tokio ファンかこちら原曲 mv が追加されます。悪魔の踊り方、こちらはビビットバッドスクワットかける鏡ね。りんの 3dmv が追加されます。そして最後マシュマリー。こちらはえー、モアモアジャンプのみのりちゃんとあいりちゃん、そしてみくちゃんによる、ね、歌唱が追加されます。はい、続いての追加楽曲はなんと。 暴走 P さんの書き下ろし楽曲が決定しました。プロセカ最高難易度ということで、え33の楽曲がね、追加されるようです。えー、暴走 P さんから一言、諸君の指を粉々に粉砕するぞ、だそうですので、頑張っていきましょう。えー、楽曲は、マシンガンポエムドールということで、バーチャルシンガーバージョン、初音ミクがね、収録されます。はい、続いて、イブさんの書き下ろし楽曲、アニバーサリーソングで、群青参加の追加が決定しました。こちらは、いちかちゃん、みのりちゃん、小羽ちゃん、 つかさくん、かなでちゃん、そしてみくちゃんにね、よる歌唱楽曲です。はい。えー、3DMV もね、追加されるということなんで、楽しみにしておきましょう。はい。そしてこちら最後、バンプオブチキンさんとの、えー、キャンペーン楽曲ということで、レイと、 ハローワールドのね、追加が決定しました。レイに関しては、過去にね、マジカル未来で歌ったことがあるらしくて、それでのコラボ関係といった形になるのかなと思います。で、ここでバンプさんの楽曲が追加されるっていうのがあっての特別楽曲としてハローワールドが追加されるようです。はい、ということで今回とてつもない量の情報量を見ていきました。えー、このね、情報そしてアップデートに伴ってね、9月28日火曜日の朝5時から から昼12時にかけて、ね、メンテナンスが行われますので皆さん、ね、注意しておいてください。 えー、そして最初にも言った通り、バージョン1.10.0とバージョン1.10.5のアップデートの詳細、アップデートノートについては別途動画で明日投稿しますので、よければそちらをね、確認していただけるとありがたいです。情報としてはこんな感じのね、情報が出ております。はい、ということで皆さん、今回の情報どうだったでしょうかマジで情報量が多すぎる。今回ですね、そうして楽曲追加とか、あとは、えー、新衣装 だったりとかについてはめちゃゃめちちテンンション上がる素晴らししい情報発表だったんですけどアップデートとかに関してはちょっとここはどうかなって思う。特にクリスタル周りですね。クリスタル周りだとイベント周りに関してはちょっとこれどうなんだっていうようなえアップデートがあるような、え発表でした。皆さんね、色々思ったことあったらぜひコメント欄にコメントよろしくお願いします。ただね、プロ世界1周年、え楽曲の追加量だったり、情報だったり、新機能だったり、とてつもない、えー、ものが追加 されますので皆さん、プロサカ1周年楽しんでいきましょうということで、良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。プロセカ1周年企画、登録者の数だけガチャを引く開催中、みんなチャンネル登録よろしく